はい、まさぴ21です。見てはいけない場面っていうのね、最近見てはいけない場面に遭遇したりとかありますかね。僕ね、そんなに見てはいけないっていうわけじゃないんですけど、たまたま電車でね、つり革に捕まってたら、座ってるね、女の子が、ものすごい勢いでね、スマホのゲームをしてはったんですよ。でもなんとなくこう釣り革にぶら下がったままね、なんかこの子すごいなっていうね、なんかもう本当プロのゲーマーかっていうぐらいね、ものすごいなんかゲームをしてはって、多分リアルではあまり面白くない生活を送ってるんかななんて勝手に考えてたんですけど、駅着いてその子立ち上がったら思いっきり知り合いやって、なんかこう向こうも見られたみたいなね、こっちも見てもたみたいなね、なんかすごい気まずいなみたいなね。降りはったんで一瞬で終わりましたけど、その後もゲームの話は触れないようにね、したりしてます。あとはですね、ちょっと大きめのスーパーで牛乳かなんかですよね、奥の方のやつをね取りたかったでしょうね。でもそれがね、手を入れるだけじゃなくって、もう体半分ぐらい入ってますよねっていうぐらい、めちゃめちゃね、なんかすごいこだわりがあったんかもしれへんけど、あの人すごいな、めっちゃ奥まで入ってるでってね、なんか思って、たまたまそこ通りかかったらニュッと出てきたのが知り合いやったみたいなね、なんかどっちも何とも言われへんみたいなね、こう微妙な雰囲気で、ああこんにちはみたいなね、なんかそのすごい親しい間柄やったらね、なんかもう何してんのとか言えるんですけど、微妙な関係の場合、本当に微妙なね、あどうしたもんかなみたいなことになりますよね。ということで、皆さんはそういったね、ちょっと見てはいけない、あるいはもう見られてしまったみたいなね、体験は最近されてますでしょうか。今日はちょっと冬至ですよね。なんかめっちゃ寒いですけど、温まってゆっくりしてください。ということで本日はここまでです。心地よくつながれると嬉しいので、下に並んでるボタンを押していただけますと、こちらからもお伺いできるかと思います。まさぴ21でした。ではでは。